たら気と一緒なんですけど、吸ってる出汁が違うんで、すごく、うん、あの、あっさり感があるというのかな。うん、出汁があるね。まあ、かまぼこは一緒ですよね。かまぼこないかな。木のかまぼこと比べてもまあ一緒ですね。ちょっと赤いところがちっちゃいかな、東の方の方。うん、まあたまたまかもしれませんけどね、うん、じゃあ入れていきましょう。じゃあ西のやつに唐辛子、西のやつを入れて、東のやつに東の七味を入れましょう。うん、まあ、七味入れるとまた風味がね出てきますよね。うん、あいまい。ああ、やっぱ七味入れるとまた美味しいですね。いいですね。どんべい&どんべい。意外と贅沢だな、これ。意外と満足感あるぞ。醤油感があるんで塩分強い感じに感じますけどね。実際にはこっちの方が塩分薄いんですよね。また今度西と東のどん兵衛、どこで西が落ちてどこで東が落ちるかね、調査してみるのも面白いかもしれませんね。どこが境目なんでしょうね。まあ、結局流通によるんで、あのスーパーの会社さんによっても違いますからね。それこそ昔はこの辺りの大久保さんもね、置いてあったんですけど、流通の名古屋に拠点ができてから東の流通に変わっちゃって、三重県がこの辺りは特に、うん、ね、それからね、あの東しか置かなくなっちゃったんですよね。時々思うんですけど、普通のわけじゃなくて、とにかくこのどん兵衛のわけが食べたくなることってありませんか。このお湯で戻すタイプのね、ドライタイプのね、これだけ単品で売ってくれたらね、なんか私買いそうな気がするんですよ。まるちゃんは天ぷらは売ってるんですよね。まるちゃんは天ぷらのやつは単品でよくスーパーでも売ってるんですけど、おはぎは売ってないんですよね。
っていうか去年ね、広島行った時に広島のスーパーでその乾物のお味が単品で売ってるのをね見かけたんですけど、思わず買っちゃいましたけどね。そう、あれ売ってたらよかったんですけど、同じメーカーのね商品がね四日市だとね金末さんでは見つけました。金末さんには、刻み揚げの形でね、その常温保存可能な刻み揚げって言ってね売ってるのがあるんですよ。でそれの同じメーカーさんがね板タイプのねあのこういうどん兵衛使うようなね、タイプの、やつを持っておってね、ねえどっか入れてくれないかな、一番期待ができるのは金末さんからね、そのメーカーさんのが入ってますからね、なんて言ったらいいのかな、ありませんか。あのいや美味しいんですよ。あの普通の和牛もね、あの2杯で売ってるね、和2杯で売ってる、和牛も美味しいんです、美味しいんですけど、なんか違うんですよね、この水で戻すタイプのこのどん兵衛の和牛って、ね、こっちが食べたくなる時あるんですよね。あらかた食べました。で食べ終わってみるとスープの量ね、ほぼ残ってるスープの量一緒なんですけど、こっちの方が浅く見えますよね、やっぱし薄い分。こうしてやっぱスープを見比べてみるとだいぶ違いますよね。まあちょっと麺が残ってるな。こういう時便利ですよね。あのハンディカメラって開いて右手で持つように作ってあるんで、ね、右手で持ちながら箸が使いますからね。そうそう、こういう時ね意外と便利だなと思いますけど、食べ比べてみてやっぱしね、よし美味しかったというぐらいですね。ちょっとスープはね全部飲むとちょっとね塩分やっぱちょっと厳しそうなんで、ちょっと控えさせてもらおうかなと。もう言うて健康診断もあんまり良くなかったですからね、ははははということでね、ということでごちそうさまでしたということでございますね。まあ感想としてはやっぱ食べ比べてみるとまあまあ味違いますね。うんね、やっぱし、結構違いがあって、でこう食べてると東側のどん兵衛を食べるとやっぱし四日市の人は、まあ、食べ慣れたどん兵衛の味であるとともに、西側のどん兵衛を食べると慣れ親しんだうどんの味であるというね、なかなか境目のところで、やっぱし西のどん兵衛が普通に買えると嬉しいかな、やっぱ西の方のが個人的には出汁は合うかなという感じはします。まあ、家で作る時にもね、麺つゆを使ったりする時もたまにはありますけどね、やっぱしかあのだしね、あごだしのね、だしの素とかね、でね、ちゃんと作る時はね、そういうのを作っちゃいますね。ね、ですからね、関西だしね、いいですよね、っていうことでね、西のね、どん兵衛ね、少しでもね、置いてくれたらいいなと思います。あ、ちなみに、まるちゃんもあるじゃないですか、多分同じような結果になると思います。
で、基本的にはどん兵衛が西成区売ってるところはマルちゃんも関西が売ってます。基本的にこれは流通もの兼ね合いなんで、ほぼ互換性があると思ってもらうか問題ないと思いますんで、まあ、そのあたりもね、どのあたりじゃあ四日市からね、一番ね、手っ取り早くね、買いに行けるね、西のどん兵衛どこなのかとかね、いろいろ調べてみてもいいかなと思います。とりあえずね、やっぱ西が美味しい。まあ、西東も美味しいですけどね、美味しいですけど、ということで、まあ、どうしてもね、これはね、地域差があると思いますので、ね、こんなぐらいでね、締めさせていきたいと思います。まあ、今後もこんな感じの軽い動画も、ね、撮っていきたいなと思ってますんでね、ぜひチャンネル登録とかね、いいねもね、そんな、いいねをするような内容かというね、ボンベを2つ作っただけやないかという話なんですけどね、まあ、よかったらぜひよろしくお願いいたします。ということで、この動画で以上でございます。ご視聴ありがとうございました。